てる中でマイナンバーカードで住民票を出そうとしに行ったのさ、コンビニに。なら使えやんくって、で、あ、やんちゃぐれさん、めいちゃん、おはよう、たき、寒い、大丈夫、風邪ひいたあかんね。そう、使えへんくってマイナンバーカードが、え、無理やん、そうやんってなって、で、ってことはじゃあとかっていろいろ考えながらさ、ヘロヘロの中めっちゃなんかブワーってしとったんよ。で、結局、あ、じゃあとりあえずパスポートをコピーしようと思って、で、パスポートを出したのね。で、コピーとか挟んでコピーして、よっしゃできたと思って、もうお腹空いたけど、もう帰るかと思って、ホテル帰った後ミーティングももうすぐ始まるし急げーと思って急いで帰って、で、ミーティングして、洗濯機回して、お風呂入って乾燥機して配信しなとかと思ったら、コンビニのコピー機の中にパスポート置いてきたと思って、コピー機の中にパスポート置いていったんですよ昨日。やばーと思って、それでマジで焦ってて、で、急いでコンビニ、髪の毛べちゃべちゃのまま走って取りに行って、あれかな、大丈夫かな、誰かに取られてないかなと思ったら、コピー機の間で眠ってた、うちのパスポート。ほんまに私もうアメリカ行かれへんかと思ったかわいい、かわいくないよ。あ、楽しかった、見えてよかったね、本当に。なんか前ナンバー使えへんねんな今な。モーニング私も食べてきた、さっき。関西が大雨、お、東京はまだマシかな。ラゴトさん、おはよう。キミさん、おはよう。そうなので、昨日はそれでねパニックになってました。とりあえずでも大丈夫だったのでよかったんですけど、本当皆さんご心配をおかけしました、すいません。大阪じゃなくてよかった。あの、パスポートを忘れるってことはもう海外行くとき絶対持っていくからさ、なんか何、慣れてないと忘れるんですね、ああいうのって。絶対にもう当たり前に自分の中でなってたらさ忘れへんやん。で、私海外よく行くからさ、パスポートを忘れるっていうことは基本的にはないのね。絶対持っていかなあかんもんやって頭の中で思ってるから。そう、ただでもコピーをあのコンビニでするってことに慣れてなくて、そう、なんかいつもやるときってだいたいさ PDF とかをさ、あのコピー機に送って、家でね Wi-Fi でつないでるやつで送って、でコピーするとかのことが多いからさ、コピー機のあん中に何かを挟むってことがなんかあんま最近慣れてなくて、それで多分取り忘れたよと思うのよ。そう、本当にやばーと思って、本当に私びっくりした。マジで昨日命失ったかと思いました。あ、神戸もまだ晴れてますって。え、雨降るのかな、降らなかったらいいのにね、本当に。あ、そうなんよ、おっくん、市が雨降ってない。さあさあ、パターンパターン、何々雄大です。今日の曲もいろいろ、あ、いや、青春のラップテーマ、そうなんや。運転免許、運転するの免許を清掃、あー、あ、でもけ、あのパソコン、パソコンじゃない、間違った、運転免許証をいちいち出したりしないやん、財布の中に入れっぱやん。私もなんかニエとか、ニエなんて言ったのやろ、スペインのマイナンバーカードみたいなのとかも財布の中入れっぱなしやし、新しいカード増えたとて財布の中入れっぱなしやったりとかするともう常備されてるからいいやん。なんか出して直してみたいなのが増えるとあかんのよ多分。It's the first time. どういう意味や。パスポートの、え、なんて書いてんの、タッキー。玉ねぎさん、お花ナイス、ありがとう、おはよう。夜から雨って感じなんや、なるほどね。改めて歌いまして、ありがとうございます。ゆうさんもおはようございます、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、皆様、8月24から27日まで東京で主演舞台が決まりました。皆様よかったらぜひぜひぜひお越しください、お待ちしております。タッキーが星数になるねんな、ずっと、うん、あ、やんちゃくれさん別のところに入れてるんや、私全部お財布に入れるわ。なんかね ETC カードとかそういうのをこう
別で持ってその中に入れてとかしてるんやったらわかるけどね。でもそういうのをするとわからんくなるから、ピタパとかもさ別々に持ってたことあったけどさ別に持つと忘れるからさ、そうだから携帯に一個に入れてみたいな、別にしないってことにして。台風 I like how you make up. Thank you. いつもメッセージに来ました。うわいいや、アフタヌーンティーですか。ファックスがあかんねや。なるほどね。よっちさんおはよん、おはよん、なるほどな。台風ファよかったから、あ、土日どう休めるか、あ、やった、土曜は休ませてもらいましょう。っていうか普通は土曜休まなあかんのよ人間は。土曜日は休みもんなのね、みんな土曜日は休んで舞台来るんだよね、みんな。すごい私わけわからんこと言ってるけど、変なテンションで。Congratulations on your staggering starring って何？できればそうしたい。いや本当そう。なるほどね、タッキー。そうかもしらん。お口が悪いつて。つてつて。よいしょ。よいしょ。口で溶かして。いた。ガリって言った。え、ジョーホールライブ行くんですか？いいな。何見に行くの？その前に お茶しました。おしゃれ。アフタヌーンティーとかなかなか行かれへんもんね普通はね。いいなぁ、羨ましいぜ。アフタヌーンティーたまーに行く機会あったらみたいなテンション。ルーカスおはよう。え、もう6月12って早いわ。ちょっとまだ6月12じゃない、まだ12は早い。2週間ぐらい先生きてる。ちょっと先生きてた。ルーカスおはよう言ったな、今言ったな。よいしょ。おはようございます、皆さん。おはよう。Let's have tea or something. Day でクイーンコピー完了してまで出てる。6分のってこと。どういうこと？あ、6分の12分の6、半年過ぎたってことか。12日かと思う。え、今何時？
ちょっと待ってな、みたいな。痛い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 。よいしょ。危ねえ危ねえ。すいませんすいません。すいません。え、どこ、何のコンサート行ったん？ありがとう、時間。え、つけてさ、おはよう。よいしょ、で、ちょっと、ちょっと今、ラジオしていい？ちょっと一瞬。あんまり見せないために。よいしょ、ちょっと移動するな。めちゃくちゃ用意してる。おはよう、ひろあきさん。おはよう。めっちゃ用意してます。プロフ懐かしい。え、あ、すごい会場や。何のコンサート？大阪城。懐かしいな、確かに大阪城は10周年のコンサートで見に行ったのが最後、多分。物価が高い。コーラは安い。日本でお茶買う的なね、向こうのお茶みたいなもんですからね、コーラなんてね。知らんけど知らんけど。どっからエクステ、私の次元の長さってことですか。私の次元の長さは、これぐらい、この418日に。おはよう、池さんかな。おはよう。この辺、次元の長さはこれぐらいかな、これぐらい。まあまあ短いです、まだまだ。でもこうやけど、どこの毛やねんっていう毛がおる。よいしょ。道だらけ T シャツ作っても見てみたい欲はあるよ。道だらけ、キノコの名前みたいじゃない。どう？かわいい？あんまり？私的にはショートの方言われると、ショートの方。まあでもロングやと色を着るのはいいですよね。いろいろとアレンジするの。 T シャツって何？なんかだるぎみたいな意味でのだらけ。やめさん、焼きのライブ、あ、すげえ。多分そう。え、池さんも見に来てほしい。たまにはエミカ推しの方って方が強いじゃん。ショートの方が、ロング方の方が多いと思うんですよ。いいじゃんって言ってくれたら嬉しいよね。いいじゃん言ってくれたら嬉しいなとは思うね。どんな意味かもいいよってこう。の来てよー。レジビル危な、キュやった、危な。無限にあるってこと。あ、ほんまにちょうど部屋かなって。髪伸びた、ありがとう。いショートの多分ね、アメリカから帰ってきたらきっとおるので、舞台が終わったら戻ります。足で黒やけど、奥。あ、今日初日なんや、嬢ちゃん。あ、待ってる猫。
開けた？とりあえず。完成。完成。ロミジュリタミカがロミオ、ロミオやりたいけどな。ロミジュリ好きやから。やりたい。猫かわいい。人毛なので、もう変わらない感じで。急いでて結構バタバタと来るんやけど、すみません、用意しながらでごめんね。ラジオにしようかな。は用意をしながら用意をしながらやる。あールーカース、お花と、お花とこれなんだ、お花と、アメリカンショートヘア、ジャパニーズショートヘア、ジャパニーズヘアはロングのさ、ロングで黒でパツンみたいな、パツンみたいな、どっちかっていうとジャパニーズはロングだよね。うん、わかる？なんかよくあるイメージのっていうか、ツン黒髪がイメージじゃん、きっと日本人のよくある髪型的な。よいしょ。でもアメリカンショートヘアが私どんな猫ちゃんかピンときてないねんけど、私のあのイメージの子かな、あれかな。まあこんにちは、ジュンディさん、ツインハーフジュンマルコちゃん的な、あそれもある。玉ねぎさんハートネス、2050完了ありがとう。ファーストクラスに安く申し込むの、あオッケー、玉ねぎさん、とりあえずね、急いで出発しなければならぬって感じ。あら私がもうジャパニーズ代表髪型、三つ編みね、ベレー帽つ、なんかわかる、そういう系の女の子好き。サイモンチさんピエベ、なんでくるくるしてるんだい、ちびまる子ちゃんがループしてる。ラジオにするとループになるん、ラジオにしやんかったらいい、ほんなら見とって、まあ見とって、まあ見とって、まあ皆さん見とってねえ、ラジオどれっぽいだろう、ラジオで何もしてる、こんな配信も、こう、あ更新したらすぐ回る？ロスのミカ、オスカーさんのレ、みずむさんこんにちは。大谷さん大好き。空行こうかな。ねばならぬかな、はい、というわけで
用意してるところ見ていただく。やっと。アミチンリーダーすごいね。ロサンゼルスエンゼルスのグッズ人気みたいな。ランキング読みます。いきます。11位ヒトヨさん、10位エイルーカス、7位ギリギリミヤちゃん、6位4位キキマス競馬の神様さん、3位たちは玉ねぎさんでした。ありがとうございます。行ってきます。またね。バイバイ。